国外銀行カードの安田主人公です。今回の動画では全員日本人グループの X 氏が韓国の音楽番組の M カウントダウンに出演したっていう話を聞いて、それに対しての韓国の反応が気になりますっていう方々がいらっしゃって、そこになんかリクエストがありましたので、それに対しての動画をちょっと撮ってますよ。で、私もまだ X 氏の新曲まだ聞いてないですので、この M カウントダウンでの実験の動画を皆さんと一緒に見てから、ここの動画のコメントを皆さんに読ませていただきたいと思いますよ。まず聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあせーの、レッツゴー。わ、なんか不思議ですね。なんか韓国音楽子供にこうやって普通にこれだけ見たら、もうなんか韓国人だと思うしかないですよね。なんだか言わないと。うわ、今回の曲もめちゃいいですね。なんだかうわ、ヘアとかメイクとかめちゃいいですね。セットもいい感じだし、うわもうみんななんかビジュアルももっと良くなりましたね。すごい。なんか新人だとは思わないですよね、これって。表情見てください。余裕がありすぎる。もうなんか思ったよりももっといい感じですね。なんか皆さん応援の声がすごい大きいですけど、こう韓国なのにすごいですね。すでにファンがいますね。まあ今回もダンスはめっちゃかっこいいですよね。おお、すごいですね。でもなんか不思議ですね。ああ、この方歌声聞いたらなんか思い出す前のミュージック。おお、おう、おいおい、めっちゃ叫んでくれてる。うわ、いいですね、今回も。でもなんか観客からの反応も良くて、X 字にとっても良かったですよね。この真ん中の方はなんかビジュアルめっちゃいいですよね。本当になんか、反応めちゃいい。はい、皆さん、それなんかこうやって見てみましたけど、まず、なんか X 字が韓国の音楽番組に出演してるこの事態がすごく不思議に感じますよね。そして、デビューの曲の時もそうでしたけど、今回もちょっと中毒性あって、でもその時とまたちょっと違うコンセプトの、これもめちゃ良かったと思いますし、やっぱりパフォーマンスが強いチームだなって。はい、皆さん、今からコメントを読ませていただきたいと思います。やっぱり上手です。デビューの時から今回の曲も本当に中毒性ある感じですね。応援してますって。そして次は韓国の観客もマナーあるなーって。初のデビューのステージなので緊張してると思うのにすごく歓迎してくれたねって。でも本当に個人的にも観客からの反応が良くて、私個人的に良かったと思いました。うまい。これから成功しますようにって。そして日本の方々かっこいい。実力がいいですね。これからが楽しみになる。韓国で素敵なステージたくさん見せていただければ嬉しいです。みたいな。本当に、でも私がちょっとコメントを、なんかさ、こうやって見ていましたけど、
本当にもうコメントが良すぎて、これってきっとこの XG の実力があるからこそのコメントだと思いましたね。やっぱり韓国のこの K-POP に興味ある方々って、やっぱり実力があれば認める、リスペクトするっていうのがありますので、やっぱりそういうことじゃないかなと思いましたね。本当にステージを一回だけ見て、すべての動画を探してみるようになったアイドルは初めてだと。それで、本当にみんな綺麗で、もう惚れたと。泣き泣きって感じで。そして、いよいよ出た実験も泣き泣き泣きって。海軍ももうすごいですけど、ダンスの経験、そしてスキルなしではできない、そういうシンプルで、でも、その力の細かい調節が必要な動作とかも多いのが特徴なのが、とてもタイプだと。なるほど。そして、次のコメントは、なんだなんだ、一世 M 課に出演したんだ。やばすぎる。グッって感じで、これからも音楽番組にたくさん出演しようって。次のコメントで、韓国の音楽番組に出てくださってとてもありがとうございます。最高最高。国籍と関係なく、こういった素晴らしいガールズグループが誕生したのがとても嬉しいです。これからもずっと応援していきます。これからも成功、もっと成功してください。みたいな感じ。本当に反応が良かったんですよ。皆さんが、この実験の動画のコメントを普通に翻訳してみてもすぐ分かると思いますけど、これが全部そのコメントにありますので、皆さんが実際に少しでも翻訳してみてください。次のコメントでは、上手、なんか歌声で力が感じられる日本のガールズグループは初めて見た感じ、エネルギーがやばすぎる、その上に綺麗って感じで、次のコメント、ギャッって感じで、ギャッっていうのはもう嬉しいの、ギャーっていうことですよね。はい。韓国活動泣き泣き泣き愛してるって。もうね、ファンが多いですよね、すでに。歌がいいな。そして、ポイントフリーもいいし、みたいな。で、韓国アイドルがと思ったら、日本のアイドルだったんだ。とっても不思議ですね。歌も悪くないし、ダンスもみんな上手ですね。これからが期待になるグループですって。群舞がとっても合いますねって。だから、メンバーたちのダンス、その振りがすごく、チームワークがすごいいいと。っていう、そういう意味ですよね。かっこいいって。で、ステージが始めてからすぐ実力がすごいのが感じられましたと。これからもいい活動期待してますと。確かに。もうパフォーマンスがすごいですよね。そして、もう余裕もあるし。うまい、そして綺麗、てんてんてん。次のコメント、ステージいいですね。韓国のアイドルも日本にいてたくさん活動するように、日本のチームも韓国に来ていいステージ見せてくださったら嬉しいですみたいな。再生回数が高くて最後まで見たけど、なんか相当準備してデビューしたように見えたって。だから実力はそんぐらいあるってことですよね。次のコメント、はぁ、うますぎる、泣き泣き泣き、マヤ愛してる。マヤっていうメンバーがいるらしいですよね。で、本当にこの子たちは世界でも通じるくらいのレベルだと思う。他のアイドルのファンだけど、正直今の女子グループの中で一番実力あると思うっていうコメントまでありましたね。これはもう、これ以上の褒める言葉ってないんですよね。すごい。他のファンの方がこうやって言ってくれると。次のコメントでは、この方々日本のガールズグループなのに韓国でステージしてる。そして、なんか、一の感じとちょっと似てるみたいな感じで。で、次のコメントで、初めて見たけど、海軍もがやばい。導入部も魅力的でずっと聞いてる。あ、ここまでですね。はい、とにかく、こういう感じで、本当にもういい反応がめちゃくちゃ多かったですよ。私がちょっとだけ撮ってきただけですけど、もともと多いですよね、こういうコメントが。はい、皆さん。とにかく、私が用意した動画はここまでです。ってことでしょう。